皆さんこんにちは。健康の時間です。私たち実際人生の中にいろいろの問題は解決しなければならない、いろいろピンチを乗り越えなければならない。もしいろいろ問題があったら、私たちその時に考えていろいろ解決して大丈夫ですけど、でも人生の主導権は自分は逃げてできない。いろいろずっと受け身のように間に合わないのように、いろいろ対応して大変忙しくて人生終わります。でもこういう人生の中にあったのいろいろの問題は解決しなくてもいいですか？違います。人生の解決は必ずしなければない。コロナあったらどういうふうに自分の免疫力が高まって感染しないで、でも社会的にいろいろ生活仕事中にどういうふうにの人間関係仕事場家庭の問題解決するか、あるいは健康の問題どういうふうに自分は病気治して健康の心身心と体で人生過ごすかなど、実際はいろいろの問題は必ずあなたに向いて、実際は人類の所有の長い間の進化あるいは文化いろいろ方法の所有の発展、今まで実際所有の共通のあるいは統一のルールあるいはこういう全体的に実際解決するの方法はある。これは普通道とか善とか、これは心と外部のそういうようなのは解決は言われるですけど、例えば修行とかあるいはいろいろ健康法の練習とか能力開発とか、みんないろいろ面のいいものはあります。でも総合的なものもあります。これだけで練習したらほぼ私たち人生全ての問題は解決はできるということ、あれは将来の人類の進化にもいい方法に影響、そういうものはあります。これは実際本教会あるいは私日本に来てもうそろそろ30年間教えるの少林寺機構、多分ある人思って少林寺機構ただ機構じゃないですか、普通テレビで人飛ばすとかいろいろの健康治療もできるかもしれない、実際はそれはただマスコミ気候についてのただ一つの表現、気候の全体図はではない。本当の少林寺の気候はもともとは少林寺の禅と心の修行の禅とあるいは体鍛えるの部、そういうの二つは柱として支えてきたの人間人体あるいは生命の全面的にレベルアップのものです。この練習すればもちろんコロナの時の免疫は高まるできます。悩み多いの人は当然に自分の心の悩み解消する悟りまで当然に持っていきます。体心配の人は当然に自分体全体
元気、あるいは体のいいパワー充満して病気邪気は追い出す。中医学医療と陰陽バランスの気はあなた体を生まれてできます。当然に健康元気長生き、また能力を開発しとは、例えば今経営の面でいろいろ問題ある、どういうふうにそれを乗り越える、あるいは自分のいろいろ社員 OL サラリーマン経営者政治家まででも、やっぱり自分の能力はさらに芸能人も、そういうの能力は開発は実際機構はすごく、特に少林寺機構はそういうの効果あります。その例もいっぱいありました。だから実際この少林寺機構の練習は、例えば健康人生とか、あるいは自分夢叶えるの人生か、そういうようなの、もしあそういう理想希望の人間にそういうの夢実現するの少林寺機構です。少林寺機構はしっかりで覚えば練習すれば、あなたすべての人生変える、あるいはいろいろの問題は自然に解決できる、わざわざ一つ対応する必要ない。だからぜひ雇用の少林寺機構はあなたの人生サポートにして、皆さんに役に立つものできれば嬉しいことです。